どうも、こんばんは、アイネムです。今回は東京グールリインボーク、駆逐の八川 A に挑戦するんですけども、先ほどですねやったんですけど実況撮ったんですけど声が入ってなかったということでもう一回やります。使っていくパーティーはこちら、名付けてオールハーレムパーティーなんですけど、あの原作再現をしようとしたんですよ。まあちょっと やりながら話すわ。原作再現をしようと思ったんだけど、まああの八川、まああのシコライいないし、まずシコライいないし、どうしようかなと思ったんで、まあオール短期でいくかと思って、でオールアタッカーをオールだけにして周りを、まあ、サポートキャラで固めようと思った結果こうなりました。まあ左後衛の左端にいる、まあ、誕生日サイコに関しては、まあ、今の段階ではアタッカーみたいな感じなんですけど、まあ、せっかくこんだけ女性陣で固めてるんでね、左後ろも女性で固めようかと思ってこうなりましたね。でまあ原作再現っていうタイトルに今あの動画ではなってると思うんだけど、厳密に言うと原作再現ではないよね。完全にこれアンテイク編だし、やるとすれば黒犬かなっていう。まあでも俺持ってないんで、まあそこはね。ああこれトーカーやればよかったな。トーカーに試さす方向で殴ればよかった。おっとこれやばいかもしれない。やばい、待ってこれオールが死んじゃったらどうにもなんない。とりあえずオール殴って、まあさっきね実況撮った時はこれクリアできたんですよ。まあ、その時たまたまオールが死なかっただけかもしれないけど、ちょっと今危なかった。普通にガチで危なかった。下げようで、エトを発動させたい。スキル打ちましょう。でこのフェスゲン投下なんですけど、キャラ全員に自動回復の効果つけるんでかなり強いですね。んで、とりあえずサイコで投下を若干回復させよう。サイコは自分だけにあの防御自動回復の効果をつけるんですけど、 OK ギリギリ溜まった。まあ、フェス限投下は全員に貯めると、まあ、その全員に自動回復の効果を付与するって、まあ、自動回復のエフェクトこれですね。体の周りをこうくるくる回ってる2匹のホタルっぽいやついいね、いいよ。で相手の武器耐久値回復したんでオール出してまた削っていきましょう。俺の出番か。ハチコシャーン。これあれだよね、シコライがいたらてかアニメでまあルシマ編のこのシコライオールはシコライアンドオールバーサス八川、終わったんですけども、肌食いちぎられなかったよねオールに自動回復の、バフかけていきます。で最高で回復させて、で相手の攻撃力下がってるし、こっちは防御力上がって、かつえー、15万、一発15万ぐらいか。クリティカルが出て15万ぐらいなのかな今の。出血してるし、まひってるし、攻撃力下がってるし、こっちは防御力上がってるし、攻撃力上がってるし、とりあえず話すとこまでは話したんじゃないかな。じゃああいつの武器耐久値は今、10だね。10あるね。まあ、ちょうどオールで削れる。何もしてなくても。ここシフト使わなきゃいけないのか。まあいいや。一応エトのスキルも貯めておいて、まあ最後の1ターンになるとエトのスキルが切れるんで、まあ、そこでもう一回エトをかけましょう。まあ多分軌道を戻せたから大丈夫。最初オールに集中攻撃された時はどうなることかと思ったけど、まあ、なんとか軌道に戻せたね。まあ、ここスキル打つ意味ないんだけど、まあいいでしょう。オッケー、まあこんなもんかな。
まあいつがでかい攻撃を多分してこないとは思う。カジリも1回だけだし、連続攻撃じゃない。武器耐久値ダメ、削りダメージを自分の攻撃に1回に付与するって言っても、カジリが連続攻撃じゃないから大丈夫だ。あれでカジリがさ、なんかのグルカルの時みたいなザンザン、俺カジリっていうとあのグルカルのイメージしかないから、あのザン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 っていうさ、あのバックアタックのああいう系だったら一瞬で削られるけど、今までなんか、うかくのクイーン系使ってるやつでそういう攻撃してくるやついたから。多分いなかったとは思う。これ本当に前回のフェス、なんだっけ、何引いたんだっけ、俺オールだっけ、オール引いた時にこのフェス限投下をそこまでずっと引けてなかったんで、本当にフェスに出てから。でこれリニューアル前のキャラじゃん。リニューアル前からあんだけフェスを引いてきて持ってなかったっていう、まあ、ピックアップの時多分確定枠まで回してないんだよな、初めてトーカー出てきた時に。まあでもこいつかなり使えますね。もう自動回復を前衛全員に付与するって強すぎ。こいつはあれがホーグじゃないわ、あのスキルレベル5にしたらどれだけ回復するんだろうな、後で見ておこう。はい、ということで今回は駆逐の八川 A 難易度 A をですね、まあ、原作反原作再現オールハーレムパーティーで、クリアしました。はい、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。